それではスタート3分前となりました2019年オートバックス全日本カート選手権 OK 部門第7戦決勝スターティンググリッドをご紹介してまいりましょう。ボールポジションからスタートしますのはカーナンバー34番ドラゴコルセ渡来太一。タイムトライアルトップ、そして昨日の予選はそのまま逃げました。ルーキーが大きなチャンスを迎えています。セカンドカーナンバーは2番、トニーカートレーシングチームジャパン佐々木大輝。去年おととしと悔しい思いをしたとはいえ圧倒的な勝率を誇ります佐々木大輝は2番手からのスタート。3番グリッドカーナンバー8番ティームエマティ山田海里。速さには定評がある山田海里、展開次第といったところです。4番グリッドカーナンバー24番トニーカートレーシングチームジャパン古谷優雅。古谷まだ今シーズン表彰台がありません。こちらも大きなチャンスです。以上トップ4はいずれもブリヂストンユーザーです。5番グリッドカーナンバー4番クロックプロモーション三村宗太郎。アドバン横浜を履いて昨日は予選結構バトルありましたけれどもタイヤを持たせているということです。ドライでレースがしたいと言っておりました三村にとっては願ったり叶ったりのコンディションとなっています。6番手カーナンバー12番チームウルフ森山東生。フロントフェアリングペナルティでドロップしましたがそれでも6番手踏みとどまりました森山追い上げあるのみ。7番手43番クロックプロモーション三奈木俊介。ダンロップタイヤ最上位の三奈木勢いがあります。三奈木は何といっても今シーズン2勝いずれもポールトゥーインでしたがさあその勢いがこのまま7番手から前を前をと狙っていくか。8番手カーナンバー33番イントレピッドジャパン水野幸喜。9番手には92番昨日はメカトラブルに悩まされていたというニューテックラポルタテクニカブライオリースポット参戦小高和人。10番手9番トニーカートレーシングチームジャパン宮下玄斗。以上がトップ10です。以下11番手11番ビレラートラグノレーシング木内修馬。12番手55番カートリパブリックレーシング大木和樹。13番手35番ドラゴコルセからヤニック・デブラバンデル。14番手7番マスターレーシングプロジェクト朝日ターボ。ヤニックは横浜朝日はダンロップです。15番手16番クロックプロモーション広岡力生。ブリヂストン16番手21番高木プランニング今と対がダンロップ。さあいよいよ交戦です。17番手27番 FA カートレーシングチーム伊藤拓馬。18番手10番ビレラートラグノレーシング富田アルガ。19番手23番トヨタ高木レーシングチーム新原幸太郎。20番手93番ニューテックラコルサテクニカブライオリー大木太一。21番手6番アドバンヒロテックス野中聖太。22番手44番インタルピットジャパン佐藤亮斗。23番手18番タクシードスポーツジュニア辻元志音。24番手20番高木プランニング堀尾風磨。25番手77番カートリパブリック本山レーシング奥住知恵。さあ1台これは廣岡力生が押し掛けにかかっています。さあ続きまして26番手22番トヨタ高木レーシングチーム渡部一樹。27番手5番トニーカートレーシングチームジャパン高橋春之。28番手95番キセガンレーシングチームチャンプ又谷博明。これはもう廣岡力生スタートを切ることができなさそうです。29番手38番ニューテクラコルサテクニカバイブライオリー坂井里春人。30番手94番ニューテクラコルサテクニカブライオリー阿部光。31番手17番タクシードスポーツジュニア朝の公式練習でトップタイムを出しました高木優子は31番手最後尾からの追い上げです。以上31番中に伝えが止まった状態ローリングは30台。フロントローは渡来太一そして佐々木大輝山田海里古谷優雅がまだ1列になっていますがスピードは落ちています。現在トップは9コーナー横並びになってこの後スタートが切られていくものと思われます。三村も森山も狙っているスリックタイヤ全車スリックタイヤですが温まりは良くないでしょう。その状態での1コーナーどうなるかスタート。さあ1コーナーさあ結構みんな修正が切ってる佐々木大輝が素晴らしいスタート。そして1台止まってしまいました。ビレラートはこれは窮地か。さあ佐々木大輝がこの状態そして後ろから突っ込んできた1台によって
5、6台影響を受けました。富田遥は再スタートを切っています。あとですね、ちょっと私のところから影になってるんですが、4コーナー、あ、高橋春之、もう1台が今押し掛けに入るか、あ、辻元塩っぽいですね。さあ1コーナーでは気迫が振られています。まだ依然としてコース上にとどまっているマシンがいますが、今、今やっと電車乗ってました。5コーナー以降は2号は解除されております。トップ佐々木大輝がなんとこの飛び出し、これはもう1コーナーから狙っていたとしか言いようがない。一方の渡辺大輝はかなり修正で落ちていましたから、現在3番手ではありますけれども大きく離れてしまいました。さあトップが最終コーナーから立ち上がってまいります。さあナンバー2番佐々木大輝、さあ辻元志穂は再スタートを切ろうとしているんですが、 OK クラスですので、これはあの決勝に関しましては周回遅れは認められませんので、ここでもうレースリタイアとなります。 OK クラスはとにかく決勝に関しましては青字に赤バッテンの排除型適用されます。周回遅れは認められません。したがってもう止まってしまったらほぼほぼアウトという状態になります。さあトップの佐々木大輝は2番手に2秒以上の差をつけました。これは分からなくなってきましたね。このまま最後まで逃げられるのかどうなのか、序盤の3周終了です。タイヤが温まりきっていない状態でのオープニングラップでアクシデントが起こりました。4コーナー5、6台が影響を受けるクラッシュがありまして、トップは1コーナーから抜け出しました佐々木大輝。2番手には現在山田入り、3番手には渡来大地、4番手に森山東生、5番手に古谷優雅、そして6番手に小高和人、7番手には宮城俊介、ワントップが7番手です。さあ1台、これは5コーナーです。5コーナーです。さあこれはイントレピットですから水野幸喜が止まってしまいました。再スタートが切られるか、後ろから佐々木大輝がやってくる、あーもうこれは排除ですね。水野幸喜も今シーズン表彰台に乗るなど速さには定評のあるドライバーなんですけれども、ここでリタイア。水野はやはり何があるか分かりません。さあ上位はトップ7といったところでしょうか。宮城俊介までが一段となっていますが、その宮城のタイムがですね、もうすでに佐々木大輝を上回ってきています。ダンロップが来たぞ、ダンロップが来た。1コーナーメーター小高和人のインサイド飛び込んでいきます。宮城俊介6番手に浮上、7番手に小高、そして8番手には伊藤拓馬ですね。そしてその後ろにピタッとつけているのはやはり朝日ターボだ。ダンロップ来た、その後ろからこれは佐藤、そしてその後ろにいるのは新原幸太郎か、そのさらに後ろにはカーナンバー4番の三村翔太郎、さらには野中啓太と横浜勢も上がってきた。ダンロップと横浜が上がってまいりました。まあ、前の方にいたブリヂストンが、まあ、中盤以降にドロップしたということもあるんですけれども、これは分からなくなってきました。現在6周終了、佐々木大輝は序盤でなるべく多くのマージンを築いていきたかったと思いますし、実際そういう展開に持っていっているんですけれども、周回数は28周のロングディスタンス、5秒や6秒ちぎっていたところであっという間に逆転されてしまうのが OK です。さあそして全体的にやはりですね、横浜勢とダンロップ勢のペースが上がってきておりますね。最終コーナーから立ち上がってくる佐々木大輝、現在タイムは38秒678。でその他のドライバーなんですけれども、宮城が38秒4です。朝日が38秒6、これは佐々木と同じぐらいか。三村翔太郎が38秒6、佐々木と同じぐらい。さあそして今4コーナーのところでは伊藤拓真、朝日ターボと順位が入れ替わりまして、朝日ターボも上がってきた。ドライになれば最後チャンスがあると言っていたのは朝日ターボです。また昨日の段階でダンロップが勝つと予測した GM もありました。さあどういう展開になっていくのか、上がってきたのはダンロップ勢、横浜勢はどうだ。依然として三村翔太郎が
トップとなっております。井村翔太郎現在11番手。トップの佐々木大輝は2番手に1秒216の差をつけています。2番手山田海里と3番手渡来大地はほぼほぼ互角の状態ですが、若干渡来の方がペースがいい。4番手の森山東生はトップ3よりはちょっとタイム的には苦しい状況。5番手古谷優雅はもうあっという間に南に捕まった。南先生この周回でまたワンポジション上げてきそうです。古谷優雅もここは手先は動かないというか、まあ成功しないんじゃないかと思います。おお、南入ってきた。5コーナーではどうだ。古谷優雅が粘る。古谷優雅粘るがバックストレートエッド。7コーナーで南が今度は行くんじゃないか。おお、古谷優雅粘るけど南が入った。それはもう古谷に寄せていっては自分のフロントフェアリングが揺れてしまう状況。接触は厳禁です。さあ、そしてオレンジボールフラッグがカーナンバー55番に対して振られました。大木和樹です。割とスタート直後の早い段階からですね、タイムボックスがないという話が出ておりました。カーナンバー55番の大木に対しまして、オレンジボールフラッグ、大木がピットロードに戻ってまいります。さあ、そして2番手3番手も入れ替わってきました。渡来大地この周回で山田海里をパス。トップ4は依然としてブリヂストンではありますが、5番手にダンロップ宮城、6番手に古谷、7番手には小高、そして8番手朝日ターボも小高カットに追いついてきた。第一集団は大きく見ると8台ですが、その中追い上げ中のダンロップが2台です。9番手はルーキー佐藤亮と頑張ってます。10番手に伊藤拓磨、11番手にカーナンバー77番の奥住知恵が横浜陣営としては最上位に上がってきて、現在4コーナーにアプローチをしていきます。3台目、4台目は三村壮太郎、そして5台目がカーナンバー23番新原幸太郎で、こちらはダンロップとなっています。でその新原の後ろには横浜の野中、ブリヂストンの富田、さらには横浜の坂井、そしてダンロップの堀尾と、さらにダンロップの渡部と続いています。ヤニック・レブラバンテリーがちょっとこの筒棒と、初めての筒棒と、そして横浜のタイヤにアジャストしきれないままこの決勝を迎えております。12周終了、13周目、生き残り合戦のような状況になってきた。さあ、4コーナーではトキタアルガが気を吐いて野中選手をパスするシーンも見受けられました。中盤ではバトルが続いています。さあ、カーナンバー94番阿部光もリターンがですね、チェーンが外れてしまっているのが見えます。今日連行時間になってもスリックタイヤでワンチャンスを狙うと言っておりました阿部光、ここで1タイヤです。13周終了、まだレースは前半です。佐々木大輝のマージンは2番手に対して1秒431。スタートダッシュでちょっとタイヤ温まりきっていない感じだった渡来大輝ですが、エアーズコートを合ってきたでしょうか。3番手の山田海里に対しましてかなりの差をつけています。現在タイムはですね、佐々木大輝が38秒5、渡来大輝が38秒5、山田海里が8秒8、森山東生8秒7、南俊介が8秒6、朝日ターボが8秒5となっており、現在ラップのトップタイムは朝日ターボということになっています。今1コーナーに入ってカーナンバー7番。さあ、最終的にはダンロップが来るというような話もささやかれていましたが、それが本当になるのか、お天気をこのまま降らないままなのか、それすらもわからない OK クラス第7戦です。佐々木大輝は絶対の自信を持つこの筒棒で、なんとしても2016年以来の優勝を手にしたいところ。2016、15、14と筒棒といえばもう佐々木大輝しか勝っていなかったんです。それぐらい強かったですが、この大空になってからは天候の変化などに苦しみ、去年もブリヂストンは軒並み大きくドロップしていくなど悔しい思いをしてきました。まあ、あそこまで天候が変わったらもう諦めのつくかというぐらいのね、大荒れのレースとなっておりました。今回は今16周終了というところなんですが、ここからがミソです。ブリヂストン昨日の段階で
天気が晴れで結構気温は高かったので柔らかめのタイヤをチョイスをしていました。したがってこれだけ気温が下がってくるとタイヤがかなり苦しい状況になっているのは間違いないんです。ただ片身のコンパウンドを選択している GA といえば、まあ、南国横浜がどんなコンパウンドかどうか掴みきっていませんけれども、そういったところもね、気温が低いで低いでタイヤ表面を荒れていきますから、どの程度かっていう程度分の話になってきます。またドライバーがそれに合わせていけるかどうかっていう話になってくる。宮城と朝日は今追い上げてきて5番手6番手というところにいますけれども、じゃあ後半になったらどうなんだっていうのはまた分かんないところなんです。そしてブリヂストンはその柔らかめのタイヤのパフォーマンスがどこまで持つのか、ドカンと落ちるような時が来ればこの5番手6番手につけているダンロップ陣営が一気に迫ってくることも考えられる。現在トップ佐々木大地のマージンは2秒6まで2番手の渡来に対して空いていて、ダンロップのトップではあるんですけれども、じゃあもう大丈夫かって言ったらそうじゃないのが OK の難しいところ。さあトップ4が通過していく5番手6番手、朝日ターボの方がペースは良さそうですね。朝日ターボが38秒台、いやーでもまだ佐々木大輝は38秒7、渡来が9秒2のことを考えるとビリジット陣営でも佐々木大輝別格状態になっています。これはこのまま佐々木大輝絶対の自信を持つこの都合で、そして絶対の自信を持ってチョイスしたこのタイヤで最後だけは磨きりそうな、そんな雰囲気になってきました。あとは分からない。残り周回数がだんだん減ってきました。19周終了、残り周回数9周。さあ見る見るうちに4番手の森山東平が宮城と朝日に捕まってまいりました。4コーナーからの立ち上がり、森山東平は今回みんながレインを選択してもスリックで行きたいというぐらい優勝をすることにトーチを燃やしているドライバー。予選の時フロントペアリングがずれてしまったのはスタートの時の佐々木大輝との接触が原因だったということで、もうその悔しさを何としてもこの決勝で晴らしたいと朝から気合が入っておりましたが、1コーナー後ろから宮城と、そして朝日ターボが寄ってくる。宮城はもう4コーナーで入れる体勢だが、森山東平どうする。宮城に行かせました。朝日ターボはどうだ、さらにそのについてきたけど5コーナーどうだ、三つ子になって立ち上がってくる。宮城朝日となりました。そして7コーナーそのままの勢いで朝日ターボ来た。朝日ターボ7コーナーで一気に宮城も抜いていきました。初は変わりません。これで朝日ターボが4番手まで浮上してきます。さて佐々木大輝21周終了、残り周回数は7周。佐々木大輝は現在ランキングトップ、今シーズンは2勝を挙げています。2番手宮城俊介とのポイントギャップは12ポイント。シリーズチャンピオンに向けて宮城が追い上げてくる中、まずはこの第7戦取っていくと、わーそして1コーナーではえらいことになってます。10番から後半追い上げてきているドライバーたちとのバトルが激しくなっている。さあ4番手争いが落ち着いてきたので、この中盤から後半も見ていきたいと思いますが、現在8コーナーに入ってくる三つ前のバトル、このあたりがまず第2集団の中でのバトルということになります。トップ集団が6台になりまして、7番手8番手は小高と富田のビールーノーズ、その後ろにいるのが奥住と、そして伊藤拓磨と、さらに新原幸太郎の3台が今4コーナー。さあ7番手8番手争い、小高と富田のこれブリヂストン同士の戦いですが、7コーナー富田アルが入ってくる。小高和人はちょっとマシンの振り返りが解消しきれていないか、決勝のペースが上がりません。その後ろではどうだ、9コーナーで伊藤拓磨が入っていく。こちらは9番手争い、伊藤と奥住と新原、ブリヂストンと横浜とダントップの三つどもえになっていて、その後ろから堀尾風磨も見ています。少し離れて渡部一輝を見ている。その後ろにいるのが三村壮太郎です。
周回数は、まもなく佐々木大輝が帰ってくると、残り周回4周となります。もう佐々木大輝は問題ない。スゴーマイスター、絶対王者が帰ってきた。佐々木大輝は残り4周。そして2番手、渡来大輝、3番手、山田海里の後ろがわからなくなってまいりました。表彰台の一角。山田海里はここをなんとかキープし続けたい。2番手渡来大輝、このまま行けば初の表彰台となります。踏ん張れるか、山田海里は3番手。山田海里はあの開幕戦の静岡大会でもものすごく好調で、最後に悔しい思いをしたという経緯もあります。表彰台は本当に喉から手が出るほど欲しい。山田海里3番手からのスタートで現在のそのポジションをキープしていますが、後ろからどんどんと追い上げられている。明らか朝日と南のペースがいい。残り3周、1コーナー3番手争い。さあでも1着と3分を下手に入ってフロント飛んじゃったりしたらえらいことです。4コーナー朝日と雨が入ってきた。南俊介も入ってくる。立ち上がって、ああ山田海里オーバーラン、アウトサイド足を落としてしまった。ここで先制離脱、なんとか踏みとどまっている。あでももう渡来大輝もわからない。これは渡来大輝もわからなくなってきた。さっきの状態だったら渡来大輝も安全圏かと思いましたが、この一周ガクンと落ちました。渡来大輝のラップタイム、最終コーナーから立ち上がってくる。いや渡来が落ちたんじゃなくて後ろが極端に上がったんだ。朝日と南のペースがものすごく上がっている中で最後のバトルに入っていきます。残り2周、4コーナー、朝日とも入る、南俊介も入る。同じパターンだ、さっきと同じパターンで。でも渡来は5コーナー粘りたいが、これはダメ。ここはいけませんでした。さあこれで決着か。最後は朝日と南のバトルになると思いますが、南俊介シリーズランキングのことを考えるとワンポジションでも上げたいけども落とすわけにはいかない、そんな状況で佐々木大輝はファイナルラップ。あ、5コーナーでは未来が止まってしまっている。抜きどころが1つ減っている。あー止まってしまったのは奥住と、そしてもう1回はこれ渡来かな。さあこれで朝日と南の勝負、あと7コーナー。朝日ターボ後ろを振り返った。ここは7コーナーに今締めてくる。8コーナーはどうだ。8コーナーでは南入る、クロスを取る朝日ターボ。そして9コーナーへ入っていく。最終コーナーから佐々木大輝が圧勝。そして最終コーナーから立ち上がってくる2番手争いは朝日ターボ2番手、南俊介3番手、4番手は渡来大輝、あと一歩で表彰台ならず。5番手山田海里、6番手に森山高生、7番手富田アルガー、そして8番手には堀尾美和、9番手新原孝太郎、10番手井本大河。あれじゃあさっき止まったのは一体誰にとる。2位には渡部樹、そうね、渡部樹がさっき止まっちゃったんですけども。さあということで28周終了。佐々木大輝はあのスタートの1コーナーで見えた作戦をそのまま完遂したという形。